走れ追いチャンネルです。で今日はですね、今家に帰ったらこちらが届いてました。でこちらのプロテインなんですけど、 DNS さんが出しているプロテインのホエイ100、これのエナジードリンク味ですね。こちらが当選者限定先行試飲サンプル在中ということで、今度出るですねこちらのホエイ100のエナジードリンク味が送られてきました。ちょっと急いで動画撮ってるんですけど、早速なんで今日はこちらを飲んでみようと思います。ちょうど今筋トレをして帰ってきたんで早速飲んでみましょう。確かですね、これを、Facebook かなんかで見て確か応募したんですよ。それがたまたま当たって、今回届いたって感じですかね。結構前ですね、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に、Facebook の方で応募しました。はい、紙にはこんな感じで文字書かれていました。エナジードリンク風味をお送りします的な感じですね。サンプルの商品をお送りしますという感じで書かれています。確かですね、この4つの候補があったんですよね。その中から選ばれた、投票で選ばれたエナジードリンクを今回飲んでみようと思います。少し前に自分もプロテインを紹介しましたが、その時は B レジェンドの、メロメロメロン味を紹介しました。でその時も結構飲んだことがない味だなと思って飲んだんですけど、やっぱり苦いっていうよりは結構美味しくできてるんですよね。やっぱり最近のプロテインって昔に比べて味も美味しくなってて、本当に飲みやすいと思います。筋トレを始めてすぐの方とかも結構飲めると思うので、そのいろんな味が出てる中で今回はこのエナジードリンク風味ということでちょっと気になりますね。ちょっと飲んでみましょう。はい、こちらが中に入っていました DNS のプロテインホエイ100となっています。栄養分はですね、エネルギーが 63.9、 タンパク質 12.1、 脂質 0.9 となっております。本来であれば 30g に対して水を 200ml 入れるんですけど、今ここに入ってるのが 17g なんで、ここに書いてあるように 100g で飲んでみようと思います。じゃあ 100g 入れていきます。 100g は本当にこれ少しですね、いつも200なんですけど 100g 入れます。はい、では開けていきましょう。中身はこんな感じで少し黄色い感じの、昔買ったレモンみたいな感じの色をしてますね。匂い的にはあんまりエナジードリンクって感じはしないですね。どっちかっていうと少し酸味のあるような感じがします。早速入れていきましょう。はい、では振っていきます。はい、今振り終わったんですけど、思った以上に黄色くなりましたね。昔買った焼き芋味みたいな感じの色をしています。早速飲んでみましょう。匂い的にもそんなにまだエナジードリンクって感じはしないですね。少しわずかにする感じです。いただきます。はい、今いただいたんですけど、思っていたよりはそこまで炭酸感はなくて、エナジードリンクの風味っていうんですかね、そんなにこう強い感じの味じゃなくて、さっぱりしていて飲みやすいと思います。味がそんなに濃くないエナジードリンクって感じはしましたね。ラムネの時は少し炭酸の感じがあったんですけど、こちらは炭酸の感じはあんまなくて、本当にエナジードリンクのちょっと薄い感じの味かなと思いました。ただやっぱ筋トレした後とかにはこうすぐに飲みやすいような感じかなと思いますね。まあちょっと今飲んだ水がちょっとぬるかったっていうのもあったんで、もうちょっと冷えてる水だったらもっと美味しいと思いました。はい、というわけで今日はこちらの DNS さんのエナジードリンク風味のホエイ100を飲んでみました。思っていたよりは味が濃くなくてさっぱりしていて飲みやすいと思います。今期の夏の新フレーバーですね、出るので皆さんぜひ買ってみてください。自分も新しいやつ買おうと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。もしよければこの動画のグッドボタンもよろしくお願いします。では、おーりしょ、おーりしょ、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。